はい、松井さん、小倉さん、今日は名古屋市内から中継です。名古屋市内、名古屋城のすぐお隣、金シャチ横丁の吉直ゾーンからお伝えします。1時間ほど前からですね、日が落ちましてだいぶひんやりしてきましたが、あったかいグルメいただきましょう。あったかいグルメ、こちらです。名古屋城バーベキューパークにお邪魔します。この名古屋の中心部でバーベキューが楽しめるんですよ。いいですね。皆さんご存知でしたでしょうか。はい、たくさん机もありますし、明かりもつき始めました。すごく雰囲気もいい場所なんです。で、1年を通してバーベキューを楽しむことができる場所です。2020年の夏にコロナ禍にオープンしました。風通しがいい場所ですし、街中でバーベキューが楽しめるということで多くの方に人気の場所だったんですが、名古屋城の改修工事のため今シーズンが最後の営業となったんです。そうなんですね。残り期間少なくなったの で、冬は豪勢に豪華に行こうじゃないかということで、最初で最後のあれの食べ放題が明日から始まるんですね。引っ張りますね。はい、ただちょっとその前にバーベキューパークですので、やっぱり冬でも秋でもこれは欠かせませんよね。ビールまずはいただいちゃいましょう。こちらセルフサービスでいただきます。はい、注げるまで少し時間がかかるので、さあ待ってる間に小倉さん、はい、何が食べ放題だと思いますか。って何でも贅沢ですもんね。もう高級肉か海鮮。お肉か海鮮、あ、どうですか。海鮮もう少しちょっと一つ絞りませんか。海鮮を絞る、一つ絞る、なんだ、エビとか。エビ お刺身。あ、エビ、あ、お刺身ではないんです。でも惜しいです。あ、ビールも注げましたが、ちょっと溢れそうなので、一口先にいただいてもいいですか。すいません、どうぞどうぞ。お先にいただきます。乾杯。いいですね。あ、美味しいです。持ってその正解を見に行きましょう。はい、海鮮は海鮮なんですが、お刺身ではありません。正解はこちらです。じゃん、牡蠣なんです。牡蠣食べられるんですか。こちらでは牡蠣が食べ放題になるんです。しかも殻付き。このように大きな缶に入ったカンカン焼き、漁師料理として楽しむことができます。昨日ですね、宮城の漁港から水揚げされたばかりの新鮮な牡蠣と、牡蠣の炊き込みご飯やお味噌汁、枝豆、キムチ、ポテトなど全部食べ放題なんです。このような飲み物は別料金で飲み放題にすることもできます。では早速、今火にかけていただいていた、火から揚げていたばかりなので、新鮮な牡蠣いただきましょうか。うわ、いいですね。え、熱々じゃない。まだ温かい。軍手越しにもしっかり伝わってきます。で、これを自分で剥くっていうのもまた楽しいですよね。おいしょ、貝柱をしっかりと取って、あ、気をつけて。どうですか、松井さんと小倉さんは牡蠣お好きですか。小倉さんどうですか。私大好きなんです。もうどんな牡蠣料理でも本当に何でも大好きです。私は焼き牡蠣が一番好きです。いきます、いきますよ。いいですね。せーの、おー、はい、来た入ってました牡蠣。ではこれを早速いただきます。プリンです。すみますね。あ、いい ね、 最後のですね。何もつけなくても美味しい。海の味がしっかり濃縮されています。で、さらにはですね、500円でお肉もついてくるということで、お肉も海鮮も両方楽しむことができる贅沢なコースなんです。ね、食べ放題ですもんね。こちらではですね、はい、そうなんです、食べ放題ですから皆さんお好きなだけ食べてください。で、お店の方によりますと、一人およそ20個ほど食べるということなんですけれども、今年の牡蠣のお値段はと言いますと、はい、燃料費の高騰や水温の上昇などもって生育はちょっと遅れているなので、値段は高めということなんですね。この大きさで1個およそ300円ほどということで、
まあ、1人300円を20個食べるとなるとこのコースの4500円はまあ赤字覚悟ですとおっしゃっていました、はい、でこちらではこのようなテントなので屋根もありますしビニールカーテンもあります、うん、さらには寒くなると、うん、ストーブも用意されますので暖かい中で美味しく食べることができますよ。いいですね。ではちょっと改めてポイントを振り返っていきましょう、はい、まず一つ目がこちらです。今シーズンが最後の営業です。そして漁師料理のカンカン焼きを名古屋の街中で楽しめます。さらに牡蠣をお得にたくさん食べられます。お肉もありますよ。明日から1月28日までの営業です。皆さんぜひお越しください。以上中継でお伝えしました。